レディースエンジェントルメン、セリア先生のワクワクマジカル教室始まるよ。テレビアニメ精霊幻想記第2期が決定ということで、ワクワクマジカル教室のシーズン2がスタートするわ。そこで本編が始まるまでに一期のおさらいをしておこうと思うの。このミニアニメでは本編の小難しい設定やら関係やらはぶん投げちゃって、最近興味を持ったという方にも分かりやすくワクワク楽しく作品のおさらいをしていくわね。って前もこんな話したかしら。一期の第1話では現代で交通事故に遭った天川春人が異世界でリオという少年に生まれ変わってしまったわね。王女様を救ったのに無実の罪で責められるリオ、そんなリオを救ったのがこの私、セリア先生なのです。えへん。というわけで、春と改めリオの運命やいかに、みんなちゃんと1話の復習をしておいてね。